爽やかなルックスとアイドル枠に止まらない演技力でブレイク中のホウ・ミンハオ。初主演を果たしたのはアクションにも挑戦したサスペンスドラマカンブリア紀。けなげにヒロインを思う謎の少年役で多くのファンを獲得しました。そして PVK で放送になる駆け抜けろ1996ではクラスのリーダー的な存在になっていく転校生を演じています。ドラマは1996年の中国を舞台に成長する若者たちを通じて社会背景まで見えるノスタルジックな青春群像劇。ホー・ミンハオに夢中になること間違いなし。哈喽，收看 TVK 电视台的朋友们，大家好，我是洪明浩。以我主演的电视剧《人目彪悍枉少年》正在播出，我在剧中饰演的是花彪，希望大家可以喜欢。